うまいやんか。俺がやってるから。蹴った瞬間に、こうやって蹴った瞬間に今されると思ったら、変わるよ、変わるよ、判断するためにも、ここに置か
ないとそれができないから、蹴られた瞬間に、蹴られた瞬間にこっち行った瞬間にここ見えなくなる、そうならない状態ができるだけするっていうのができる、そっからもまた感じる。基本ヨハさんが全部来てくれて、シンテさんが仕上げてくれました。あ、確かに。あ、ちょっとそっち危ないですね。え、ハンカチだと知らないの？やったことない。もうちょっと音がするやつにします。学校でめちゃくちゃやったよ。ボールにする？ボトルとか。いや、これでいい。それで、背中になんか当たる感じで。当たる。出ちゃダメ。出ちゃダメ。そうだお前。どっち回り？この回りだよね。後ろ見ちゃダメだよね。後ろ見たことある？ありますありますあります。え、じゃあどうやって気づくの？ハンカチあれの本当のルール調べてください。鬼持ってない。ちょっと隠してんだよな。入るぞ。まだいけるよいけるよ。入るよ。そういうのもできるのか。連続で？そうか。お前もう鬼だ。全力で追えよ。切り替えるよ。しかも俺タッチしてるかお前。2周目だった。すぐ置いてた。お前そこまでやられてるから。すごっ。楽しそうだな。一番楽しそうだな。うまい。うまい。もうちょい広げな。
って当たりに来てるもん。めっちゃあるファーサイドしっかりファーサイドコントロール悪いから誰にしようかな。長いな、思考だな、だいぶ。うわ、やられた。やられた。今のタイミングで置いちゃえばいいんだよ。あと2回。気づけばね、負けないから。2、3、4。リーダーとして めっちゃ楽しんでる。これラストですか？ラスト。決断しろよ。誰がいいんだよお前。誰が同期は楽しくない。誰をはめたいんだよ。なんか一番け。いけねいけねいけねー3点はい、つねくんはい、つねーはい、おつねはい、つねが一発ゲーしますつねの一発ギャグはい、つねくん一発ゲーちょうだい全然ないです、ないですねなんだっけ、あったじゃん、なんか面白いつね、あれやってよ、俺が好き